K2-72 は確認されている太陽系外惑星であり岩石を多く含むと予想され赤色外星である K2-72 のハビタブルゾーンで公転しているケプラーにより発見された K2-72 の惑星の中で最も外側にある水が座の方向に地球から約227.7光年離れた位置に存在する この境外惑星はトランジット法によって発見された。K2-72E は地球型の境外惑星で、質量や半径は地球に類似している。平行温度は 289K、半径は地球の1.29倍、質量は地球の2.7倍である。この境外惑星は M 型赤色 Y 星である K2-72 の 周辺を光転しており K2-72 の惑星系の中では一番長い光転周期を持つ。構星 K2-72 は質量が太陽の0.21倍、半径は0.23倍、温度は 3497K であり、年齢は不明。なお、太陽の年齢は46億年であり、表面温度は 5778K である。 K2-72 の死等級も不明。K2-72E は、恒星の周りを24日で公転しており、軌道の半径は地球の0.1倍である。水星と太陽の距離が 0.38AU であるため、軌道半径はかなり短い。この惑星は、同じ惑星系に存在する K2-72C と共に、大気の状況が良く液体の水が存在するとされる。 ハビタブルゾーンに位置している。K2-72 は地球の1.29倍の半径を持つ岩石惑星である。K2-72 は赤色矮星であり質量は太陽の約5分の1である。K2-72 のような赤色矮星は寿命が長く5000億から6000億年ほどであり、これは太陽の約40から50倍に相当する。 この惑星は表面の一方が常に恒星の方を向き、もう一方は恒星の方を向かない潮汐ロックが起こると考えられている。この二つの境界には明暗境界線があり、水が存在するために温度が適している。また恒星から当たっていない方へ熱を移動させるのに十分な大気があれば、さらに居住可能性のある範囲が広がる。 しかし日光を浴びる量が地球よりも46%も多いため現在は海がなくなっている可能性もあり、その場合居住可能性がなくなる可能性もある。この惑星は K2-72 の惑星系において他の3つの惑星と同時に発見された。探査機、ケプラーのセカンドミッションの結果、2016年7月半ばに公表された。ありがとうございます。